水明は中国で陰陽古行説をもとにして生まれた人の命運を推察する方法である。ヨハシラ水明という呼称は中国の現象に見ることができない。日本独自のものであるが、英語圏で4ピラーズオブデスティニーもしくは4ピラーズアストロロジーと呼ばれているようにすでに世界的に使用されている。中国では紙幣3命命学命理 八時などと言われている。1100年代、南宋の除去医の書が、文献交渉的に余柱水明の最古となるため、女子兵が命学の祖と言われているの乱大御史の落語であると、されている。続いて1200年代に、除大将により、不知会死兵という書が表され、1368年頃、民の軍師、政治家であった、龍はじめが、 敵天髄という書を表したとされている。以下、余橋ら水名に関する主な著作を列記する。以上のように、近年では、新大松の侵害革命前後の時代に活躍した女学割れの著作がその数において突出しているため、日本にも大きな影響を及ぼしている。ただし、女学割れの論が正しいかどうかについては、意見が分かれている。日本には、 江戸時代中期に移入された。文政年間、仙台の儒学者桜田古門が、水名書という名称で、不地解、紙幣の訳本を出したのが、交渉的に最古の書である。しかし桜田古門は、余波しら水名に対する、専門知識がなかったとも言われており、翻訳の質の点では、疑問も残るとする評価もある。現代では、安倍晋三流、高木上流などがあるようである。 アワタ大元は、安倍晋三流である。なおよはしらい名に流派などない、という立場で、武田光源という研究者も活躍した。陰陽五行思想や糸の項目と重複するため、そちらを参照のこと。実感も十二支も五行を持ち、陰陽を持つ。一年の始まりは立春、月の始まりは二十四節気の中の静節の不審理時刻、不思議事国。 ただ1日の始まりについては、前日23時とする説と午前0時とする説がある。ただ現状では23時を始まりとする説が優位である。正式には、牛満時は午前2時を指すことから、前日の23時において個国が始まるのである。東京では18分早く天朝が来てしまうので、22時42分から個国とする。 さらに正確な修正には、一指示差季節による太陽高度の時間のずれマイナス20分を加え、さらに緯度による各地の時差を修正する。マイナス40分の範囲で、作図の基準点を沖縄ではプラス、北海道ではマイナスする。シ柱水明は、生まれた年、月、日、時の4つ、漢詩を柱とし、その人の生まれ持った可能性を押し量るものである。 それぞれ年柱、月中、日柱、時柱という出生時間が不明の場合が多いため特に日本では時柱を除外し三柱水明という方法が多く見られるが四柱水明は年月日時の4つが揃うことが絶対条件とされており中国の現書には三柱水明は全く見られない4つのうち3つ分かれば多少角度が差がるだけというのは 与柱水明の構成を無視した暴論と言える。それぞれの柱に来る実感を転換と言い、十二支を致死と言う。さらに、年柱の転換派年間、月中の致死は月死といった呼び方をする。そして、日干しを中心として他の転換、致死が日干しに対してどのような影響を及ぼしているかを等観し、それをもとに具体的な事象を推察する。 出生時間の記録書は20年以降申請時の出生届には生まれ時間記載が義務付けられている。出生届控えを役所の窓口は残し本編を法務局に送付する。ただし役所では控えの保存期限はまちまちで破棄せず保存している場合がある。法務局には確実に存在するのだが大使館長の特権命令。 または裁判所の裁判官の命令により称号することが可能である。例アメリカ国籍の取得にあたり生まれ時間を明記する義務が生じる自由からである。三号会局子から猿から立つ、牛から鳥から実、虎から馬から犬、うから見三人によれば文樹の知恵というが、この三号会局の組み合わせを指している。家族や組織の編成に、 この絵とで組み合わすことが良いとされている。論奇し合いおきれい不幸の訪れが生じるという組み合わせである。子から、馬の、あいおき、うから、鳥の傷、虎から、猿の杉、みから、いの難、たつから、犬のもう、牛から、羊のおき夫婦の相性でまず、真っ先に、問題指摘する組み合わせである。三警察すべてにおいて、 大表の組み合わせと言われ、子供の誕生の調整に避けるべきである。子系ウ、牛系犬、犬系羊、虎系み、未系猿、神経神、鳥系鳥、馬系ヒル、同じ年で結婚が良いのは、タツトリ鳥ル以外である。子供の男女の生み分け以前に考察する内容である。日本の一部の流派では、五行の愛を衣装国を論じる、万位の五行図は通常、 木を上に描き、そこから右回りに、木、土、金、水の順に、正五角形の頂点の位置に描く。右回りに五角形を描くようにして、矢印で結んでいくと、それが生じることを意味する矢印となる。つまり、木は火を生じ、火は土を生じ、土は金を生じ、金は水を生じ、水は木を生じる。逆に見れば、火は木に生じられ。 土は火に生じられという風になる。また、五角形の頂点を木から土へ向かう矢印を引き、順繰りに五行を結ぶと、濃することを意味する矢印となる。つまり、木は土を濃し、土は水を濃し、水は火を濃し、火は金を濃し、金は木を濃する。ただし単純に五行の配置を図示する場合は、家業を南として、上に水行を北として、下に、 企業を東として、左に、金行きを西として、右に、そして土業を中央に置く。この五行図の中で、日干しの五行に当たる部分が自分の拠点となり、そこから生じる五行、生じられる五行、濃くされる五行などの関係を見ていく。例えば日干しが平なら、五行図の日の部分が拠点となり、日が生じる五行は土、日が生じられる五行は木、日が濃くされる五行は、 水、となる。火にとって、生じられる木からは木をもらい、生じる土には木を与え、濃くされる水からは木を弱められる。また自分と同じ火は、合わさればより強くなる関係。一般的には、自分を強める火、木が良く、弱められる土、水は良くないということが言えるが、ただし、火が強すぎる場合に限り、弱めてくれる土、水が緩いようとなる。よはしら水命では、 五行が退化することは良くないこととされる。同じ月に生まれても、節入りから何日目に生まれたかがそれぞれ違う。これを、活率という。知事となる十二子には、良き、中期、本気という二つないし三つの星が含まれている。これをクラカーンという。節入りから生まれ日までの日数と時間により、四柱の知事に含まれる、倉星を一つ引き出す。 十二子の倉干しについては、いくつかの説を見ることができるが、記述の星対ラカ改善書に掲載されている以下の倉干しを採用することが多い。大まかなに数の区切りを言うと、子、うの倉日二つの場合、節入りから十日までとそれ以降、馬、鳥は節入りから十日までと十日から二十日までとそれ以降、牛、タ羊、犬は不入りから九日まで、 と9日から12日まで、とそれ以降。虎、み、猿、いわ、入りから7日まで、と7日から14日、とそれ以降。活立分野増星の配分率については、各書物により、幾分差異がある。なお、子、う、鳥以外の9つの星の倉星の中期は、12子に、相互関係の3号開局に基づいている。から馬から犬を例にとると、このは、 家曲を構成する。そこでこの三子には、家業が含まれるとしているわけである。これは十二運の考え方の基礎ともなっており、孟子である虎において、火が生まれて、調整となり、中子である馬において盛んじて、帝盛んとなり、騎士である犬で墓に入る。月量は余柱水明の用語で、日干しの強弱を見る一つの方法。盛んは旺盛、勢いがあるという意味。そうは、 やや強いという意味、水は弱いという意味。四季には五行があり、春は木、夏は日、秋は金、冬は水、で土は各季節の最後の月。日干しの五行と同じ季節月に生まれていれば、活量を得て盛んず、という。日干しが、こう、オッツで春月生まれ、日干しが、平丁で夏月生まれなどである。次に良いのが、 日干しを生じてくれる五行の季節がつ生まれで、こう、おつなら水なので冬月生まれ、へ日のとなら木なので春月生まれなどである。これを、月量症という。この応奏に該当しない場合、月量を得ず、水という。月量を得ていなくとも、通変、従入などで強く変化することもある。通変は日干しに対し、他の転換と倉干しが、どういう意味を持つかを表す用語と言える。 被検、鉱罪、食人、傷感、偏罪、生罪、変換、生患、変因、因寿の十種類がある。語尾に星をつけ、被検性、鉱罪星のようにも言われる。日本では転換性とも言われるが、中国の原書にはこうした表現は見られない。また、原点の解読の仕方によるのか、通変と語順が逆さまの変通星という呼称も見受けられる。 通編もご行図の項でも説明した日干しを強くする、もの、弱めるものという性質がある。日干しと同じ非剣、鉱材は、火といい、日干しと合わさり強める。日干しが生じる食人、傷感は、ええといい、日干しの木が漏れ出し弱まる。日干しが濃くする、変材、生材は分税といい、日干しは攻撃する側だが、それによって消耗する。日干しが濃くされる、変換、 生漢は、国といい、一番日干しを弱める力が強い。日干しが生じられる、変因、因寿は、スケといい、日干しを強めてくれる。日干しを除く天漢と倉干しで七つの通辺があり、これらに、非、英、分勢、国、スケがそれぞれいくつあるかで、日干しの強弱を見る。日干しと同じ恩妙の通辺は日干しへの働きが強く、恩妙の異なる通辺は、 やや弱く働く。十二運は、日干しの強さの変化を、父の十二子から見るもの。人の一生になぞらえて、調整、目欲、艦隊、達録、帝左官、水、病、地墓、ゼ。腹、守る、の十二種類がある。あくまで強弱を比喩で表したもので、余柱しらに、病があるから、病気をするということではない。 日本のほとんどのヨハシラ水明の専門家は十二雲を採用しているが、一部の中国の原象に準拠し、一切採用しないという考え方もある。日干しから日誌に引いた十二雲とある、種の性格分類に相関があるという研究が、心理学者でもあった増永敦彦によって行われており、増永はこれをもとに新水名学を提唱した。この研究成果は後に、 動物占いの基礎となり、動物占いや、その多数の越品合年によって流用されている。通編には6親が割り当てられている。男女では、違いがある。男命、女命、ヨハシラ水名ではヨハシラ8時の構成から、タスクそもそも、長考、だ濁を論じて、タスクそもそも用神、長考用神、山役用神を見る。そしてこれらの用神から、 いかなる状況でも自分にとって基地の作用を持つ洋紙を出し、洋紙を軸にして、本来の特性や巡ってくる運勢の喫凶を判断する。この洋紙を特に信洋紙と呼ぶことがある。タスクそもそも洋紙を出すためには、まず日干しの強弱と各局を調べる必要がある。日干しの強弱は、日干しに季節による王相、王僧、四柱八時内の五行が、 日干しの強弱にどう作用しているかから判断するが、それだけではなく、以下の考慮も同時に必要となってくる。古典である、急通法官によれば、実感は、誕生月によって特性に相違が生じてくるため、そういった点も考慮しなければならなく、ただ単にタスクそもそもという面だけではなく、語行が調和する作用といった面も大事である。敵天髄にも、同様の記述がされており、 一例として、春不姿金という記述があり、特に春期の場合は、高乙が最も盛んじる季節のため、未興の高乙であっても絶対に更新の金を用いることはできないとされている。春期の場合、水化記載が基地とされており、盛んじている場合は、兵で英気し、盛んじていても水が不足している場合は、木も必要となるように、溶紙を出すにおいて、 単にガマ国の有無、強弱の有無、左官の有無といった面だけではなく、個々の特性を見ることが重要となってくる。各局は、普通各局特別各局に大きく分類される。日干しが強い、弱いといっても、日干しがその存在を保つことができる程度であれば、それは普通各局に分類されるのであるが、中には、日干しが非常に弱い、逆に非常に強く、 普通角曲として扱えないような余柱八字もある。それを、外角と総称される。内角立て六角鉱材角、月人角色深角小管角製剤、角弁材角製管角弁喚角、印樹角米印角外角両紙製造角、通貫用紙という特殊な用紙を採用する。そもそも、両紙製造角という角自体に疑問を呈する研究者もいる。 うちの場合、日干しが強いにもかかわらず各局が日干しをさらに強くしたり、逆に日干しが弱いにもかかわらず各局が日干しを弱めることがある。季節の持つ寒暖喪失の性質が日干しにどう作用するかから寒暖喪失を調整する星が決まっており、これを調光用紙と呼んでいる。この調光用紙についての解説がある最も古い文献は乱光網である。 急通法官によれば、タスクそもそも用紙と同様に、誕生月によってその日干しへの作用や、その日干しの持つ特性に相違が生じるため、寒暖喪失の調整といった面だけではなく、そういった個々の特性も、徴工用紙に関わってくる。敵天髄にも、寒暖喪失という概念が述べられているが、乱光毛の徴工用紙とは内容に異なる面がある。なお、徴工用紙が、 タスクそもそも洋紙と一致するとは限らないため、洋紙という概念にさえ疑問を呈する考え方も、ある。タスクそもそも洋紙や超高洋紙を濃くす作用のある、星足がシ柱八時内にある場合や、今日の各局を濃くす星足がシ柱八時内にない場合、これを軸とする。そしてその原因となっている日足を病と呼ぶ。病の星足を濃くす星が薬である。 薬があれば、よ柱八時は、清となる。薬を、病薬用神と呼ぶ。その大元は記述の、神宝通行、命理正宗の著者、上新宝に始まる。しかし、神宝通行、命理正宗には、羊神という概念は見られない。女子兵が唱えた、体と用のバランスを一番に重んじる。数多くのデータを検証し、 時代に即した現代的な解釈を行う現代漢法。ありがとうございます。